シャックです。マッツンです。今日のテーマはクワイ・レナードの早期復帰はありえるのか、聞いたしたら優勝。今日はですね、久しぶりにクワイ・レナードの最新情報についてお届けしていこうと思います。河合さん、はい。そしてね、後半では今日気になった試合などなどお届けしていこうと思いますんで、ぜひもう最後まで皆さん楽しんでいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、マットの方は忘れずチャンネル登録いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。クワイ・レナード言うたら、昨シーズンのね、プレーオフで右膝の前十字帯断裂っていう大怪我をして、地味な感じだったけど大怪我やってるね、あれ。うん、今シーズンは復帰できないっていう話が結構いろんなところで言われた選手。当然この前十字帯断裂って大体完治までのほんと1年ぐらいかかるような大怪我なんで、マスコミも来シーズンから復帰するんちゃうかっていう大方の見方が立ってました。ただ ESPN のマーク・ジョーンズによると、クワイ・レナード自分自身がおそらく今シーズン中には復帰できるっていう考えを今持ってるみたい。マーク・ジョーンズほんまか。マーク・ジョーンズがキングス戦の時にね、レナードと話して、レナードからそういった言葉をもらったっていう話がちょっと出てた。直伝なんや。そうなんで、おそらくリハビリが想定以上にうまくいってるっていう話しないと。ロボやから彼は。ロボ一個一個もう精密に直していくウィーって直してるよ。ちょっと普通にスルーしてそのまま行くねんけど素人 NBA。 レナードってその復帰をめっちゃ急ぐタイプではないやんか。着実にね、ロードマネジメントもちゃんとやるからね。実際スパーズでもこの早く復帰させたいフロント側と揉めたっていうところもあって、なんで自分自身のことは、ほんとゆっくり直していきたいっていうタイプの選手。めちゃめちゃマイペースやな。良くも悪くも。そう、めっちゃマイペース。ただ、そんなマイペースな選手がおそらく今シーズン復帰できるって自分自身がね、今発言してるっていうことは、結構ね、ポジティブなニュースなんじゃないでしょうか。これいけるわーってなってんだろうな。しかもね、今プロトコルのね、ニュースが結構多くて、その中ではすごいファンとしては嬉しいニュースの一つやね。お前ね、もうみんな引っかかってるやん。朝起きたらもうそのニュースばっか更新されていくっていう。もうええってってなんな。そうそうそう。で、実際さ、クリッパーズは現在17勝15敗でウエスト5位やねんけども。粘ってますよ。そう、ただ12月は4連勝した思ったら次3連敗したりとか、ポール・ジョージがね、怪我で欠場もあったけれども、11月と比べると結構安定感が割と落ちてるような印象があるチーム。疲れも溜まってきてるんですよ。それも絶対ある。そろそろ3分の1、本当の半分ぐらい折り返しに来てるようなタイミングやから、疲れとかっていうのは 100% あるはず。クリッパー全体の数字見ていくと、守備は実際ディフェンシブレーティングは 105.8 でリーグ4番目。もういいやん、めちゃいいやん。そう、レナード抜きでも十分やれてんねんけど、実はあいつ来たらもっと攻撃に関してはオフェンシブレーティングが 106.6 でリーグ25番目。低いねんな。そう、なんかオフェンスでめっちゃ苦戦してるっていうのが今のクリッパーズ。実際さ、エースのポール・ジョージも開幕後から11月まではだいたい1試合 26.5 ポイント、フィールドゴール 45.5%、 スリーポイント 34.5% っていうかなり良かったんけど、ただ12月は1試合 19.4 ポイント、フィールドゴールが 37.2%、 スリーは 27.3% と結構個人差落ちてるんよ。疲れてきました。疲れと、結構彼はね、怪我の影響でまだ12月5試合しか出れてないっていうところも理由としてあると思うねんけど、かつ前回のキングス戦とかもフィールドゴール 33% と不調な感じだった。そして2番手のレジー・ジャクソンも12月だけで切り取ると1試合 16.4 ポイント、フィールドゴールが 37%、 スリーポイントが 29.2% と、彼も前月からスタッツめちゃめちゃ下がってるよね。 30% 切ってるよ、スリー。なんでなかなか今攻め手が足りないっていうような状況に陥ってるわけ。なんでそこにね、もしレナードが例えば年明けぐらいに帰ってきたら、これはめちゃめちゃ強力になるよね。みんなももう一回頑張ろうかーってなるよな、帰ってきて。そうそうそう、よっしゃーみたいになるよな。重い腰上げるっていう感じあると思うんだけど、よしってなるよ。実際レナードなんかさ、昨シーズン1試合 24.8 ポイント、 6.5 リバウンド、 5.2 アシスト残してて、化け物ですよ。オフェンスもディフェンスも本当に絶対的な存在。数値も綺麗やで、バランスめちゃめちゃ綺麗、うん、実際さ、僕らも前回クリッパーズの考察とかも何回か話してきたけど、レナードのディフェンシブウィンシェアはこれチームトップの 2.4。 守るだけで2勝する男やろ。そう、守るだけで一切なし。そしてその逆のさ、オフェンシブウィンシェアはこれもチームトップの 6.4。 足したら10勝ぐらいやってるってことやんな。そうそう、やばいよ。レナード一人だ
けで10勝ぐらい多くできる。すごいよ。っていう、レナードが今、回復に向けて、結構順調に進んでるみたいです。嬉しいね、これは。ポジティブなニュースだよね。実際さ、今 CBS スポーツが出してるところによると、怪我リスト見ると、彼の復帰は3月1日以降っていう感じになってんねんけど、もしね、3月1日以降帰ってきたとしても、最後、プレーオフ目指す、本当に重要な1ヶ月の戦い残して帰ってきてくれるから。急に別チームになりますよ、あのチーム。そうそうそう。最後、グワッとシリアが上がってくるよ。わあみたいな別チームのやつだ。そうっていうね、他チームからすると多分脅威でしかないと思うんだけど。やめてくれーって感じじゃない今。なんでね、彼の復帰がもしかしたらもう少し3月よりも早まる可能性もこれ全然あると思うんで、これからどうなっていくかは引き続き注目です。楽しみにしてるで。素人 NBA。それでは今日気になった試合についてお届けしていこうと思います。ロケッツ？ロケッツ？いや残念ながらだけはロケッツちゃう。お入れろよ。ジェイグリが復活して20点取ってんぞお前。プラスマイナスも珍しくプラス1やねんぞお前。ただ負けたわ。1って絶妙や。いつもマイナス15とかやったから。まあなんかジェイグリらしいというか。今日の試合はさ、やっぱね、ウィザーズ対ニックスですよ。熱かったん？これ語らずしてね、今日の NBA は語れない。先に結果からお伝えすると、ウィザーズが124対ニックスが117で、ウィザーズの勝利という結果。おお、すごい、勝ったんだよ。すごいね。ウィザーズは実は今日からエースのブラッドリー・ビールがなんとプロトコ入りしてもって、何にしんビールエース不在な状況やってんけれども、なんと7人が2桁得点。すげえ強豪チーム。しかもスタメン5人全員が2桁得点っていう大健闘。めっちゃバランスいいチームや。めちゃめちゃ今日はねバランスが良かったよ。そして嬉しかったのは今日からね試合前のウォームアップに八村も参加してたっていうこと。あいたね、なんかこうゴール下のお金やってたよ。やってた。試合中もさ実はベンチに座ってたりとかもしてたし、ウェス・アンセルドさんの話聞いてても復帰には近づいてるって話を言ってたんで、これはやっぱファンとしてはめっちゃ嬉しかったこと。まだ僕らルイさんの声を聞いてないけどね。せやね。喋れんのかな、大丈夫かな、ちゃんと声出せる。なんか今日もクズマ決めたらね、マスク越しにむっちゃ喋ってたりしてたよ。あ、じゃあ声は出せんね。声はもちろん出してる。よかったよかったよかった。同じくさ、トーマス・ブライアントも今日はね、ウォームアップに参加してた。あ、いた？ TV さん。おそらく TV の方が復帰早いと思うねんけれども、この二人がね、今日元気な姿見れたっていうのは、ファンとしてはすごい嬉しかった話でした。いいね、ウィザーズが揃ってきたね。徐々にね。そしてね、今日といえば、同じゴンザガ大のコーリー・キスパートがキャリア初のスタメンで、なんとチームハイの20ポイント。あ、すげえ。嬉しいね。いやー嬉しいよ。彼はテニスやってるわけじゃなかったね。ビジュアルはテニスです。実際彼今日3、5分の4やからね。あ、すげえやん。めちゃめちゃ大活躍してたよ。ルイさんも嬉しかったやろね。そしてさ、カイル・クズマも4クォーターの重要な場面で2本連続スリーポイントを決めるなど、勝利に貢献。戻ってきたん、前のウィザーズやないか。そう、クズマはね、今日最後土壇場で3決めた後、カーメロさんのこれをやったからね。それはやったあかんわ。それはメロさんのやわ。ちょっと後でご本人からお咎めがあるかもしれないけど。人のやんの恥ずかしいけどね。わかる？MSG でやるっていうのが結構高心臓ぶりや。やめとけ。ちなみにそのクズマのそういったね、土壇場でスリー決めた子に対して八村もすごい祝福をしてるっていうのがカメラに抜かれてた。これやってなかった？さすがにそれやってなかった。よかったよかった。ベルターンザギは真顔でハイタッチしてる。思うものがあるんよ、彼は。そう、思うものがある。今日も微妙やったからね、ベルタンは。素人 NBA。ウィザーズはね、これで2連勝っていう、いいね、ような結果になったんで、これからちょっとずつビールおらんけれども、どう変わってくるのかっていうのはすごい注目。おらん間にね、みんながステップアップすると一番いいよね。いやー、またね。そしてさ、そのウィザーズの話も嬉しかったんけど、負けてしまったニックスはなんとね、今日、ケンパウォーカーが大活躍。出てきた。いや、今実際彼は3試合連続試合出てて、おい、仕事出しとるやないか。今日の試合、尺何点取ったと思う？当てんで、おもんなくすんで。うん、15。お前それ怒られるぞ。今日なんと彼44ポイント。すげえ。俺20何本って言おうと思ってね。すごいね。いやー、ほんまにね、ヴィンテージ鍵盤。褒めてる。キレッキレ。いやー、ほんま、俺もね、今日もツイートで書いたけど、もう泣きそうになってたもん、今日も。仕事を謝ってこいよ。いや、ほんまにな。なあ。ちなみにさ、今日も大活躍やってんけど、じゃあ、ケンバって12月19日のボストン戦から、今3試合連続で出てんねんけど、出ます。3試合連続のスタッツは、
1試合今 31.3 ポイント 7.6 リバウンド 5.3 アシスト、やば、怒らしましたね。完全にケンバはね、もう株上げたな。シボと今どう謝ろうって考えてる絶対。いや今日もさ、2クォーターの残り30秒で決めた3の時に見せた闘志あふれる表情って俺ちょっと初めて見たかもしれん。彼のもうアホボケーって思ってるよ今。そう、見ろーみたいな、ほんまにうおっつって。なんか彼ってさ、笑顔が結構特徴的な選手であんねんけど、ハートフルな人やもんね。本当にね、もうあのマンバメンタリティむき出しな感じで、もううおーってそのまま言って、仕事の頭グワーやったったよ、うわーっいやそれはちゃうやろいや実際さ、結構その後もさ MSG でもケンバウォーカーのチャントが起きてたから、うん、ケンバー現場ってなんの。いやーほんまに感動したし、確かにディフェンスに関してはやっぱ引き続き問題はどうしてもあんねんけど、もう許して、間違いなく今チームを引っ張ってる立役者の一人やから。元気ないからね今。ここが本当にそのトレードに踏み切るのかどうかっていうの、結構いろんな意見分かれるかもしれんね。上の方の GM のやつらがいた方がええんちゃうかってなってると思うわ。ただ活躍し始めたからこそ今売り時っていうのもあるから。あ、出た、そのパターンな。そう、実際ケンバが出る前はケンバを欲しがってるチームはどこもないっていうのが報道されてて、かわいそう。なんで今株上げたタイミングでこっからどうなってくるかっていうのはケンバすごい注目なポイントです。とにかくケンバ個人としてはめちゃめちゃいいよね。いやめちゃめちゃ、おーもう今日めっちゃ感動したあの最高のクリスマスプレゼントもらったような気分。おしゃれに言うなやそんな言えてないけどな別にそしてこれね、シャックに対してのクリスマスプレゼントになるかもしれんけど、なんかくれんの。なんとダニエルハウスがニックスと10日間契約。あ、やばかったちいちゃいクッキーもらった感じの嬉しさ誰にでも渡してるちいちゃいやつやろ、あの。あ、そうそう、10日間でもそう、なんでね、ダニエルハウスがニューヨークニックスに10日間やけどね、ちょっと決まって、今日も数分ぐらいかな、試合でしたわ。数分かい。これがちょっと期待やね。そしてもう一つ皆さんに伝えたいのは、今日ステイプルセンターがラストのゲームの日になりました。あ、今日最後なんや。今日ラスト。あ、だからなんかレイカーズとかの写真が SNS よく上がってたの。そう、22年の歴史に巻くと。あ、そうそう、見て。22年の中のどの写真が一番いいですかみたいな英語のツイート見たのよ。あー、あったな。あれ、そういう意味か。そうそうそう。ほんまにもう俺の青春はステイプルセンターと共にあるっていうぐらいやから。もう青春なくなるよ、こんばんは。これからも人生青春を抱えてるんで。いや、だるいだるいだるい。次はクリプトアリーナで青春したいねん。なんか、突か言うて。いや、知らんわ。実際さ、試合前にも結構ね、T シャツが配られたりとか。欲しいね、それ。そう、ゲーム前にもステイプルセンタートリビュートがあったりとか、感動的な映像がいっぱいあってんけど、そんな最後の試合は、今日スパーズ対レイカーズ。そこは LA 対決にしてくれへんかったよな。20年の歴史を見るとさ、やっぱレイカーズとスパーズってほんと申し分ない組み合わせやと思うで。確かにファイナルとかでよう当たってたもんね。そう、ほんとにコービーの時代からやっぱバチバチやったから、いやー最後にね、いいカード持ってきてくれたなっていうのはファンとしてめっちゃ嬉しかった。ただ個人的にはね、最後の試合だからこそシティエディションじゃなくてレイカーズ伝統の黄色のね、ユニフォームで着てほしかったんけど、それだけはね、心残りでは一ファンと意見としてある。今日青いの、紫のやつかな。あれな、あれなんであれやねんふざけんな。昔ちょっとあれやってんけどそんなね、たくさんの歴史が生まれたステイプルセンターが今日で幕という感じになりました。いや、お疲れ様でした。はい、以上、今日ケンバが大活躍した話、そしてステイプルセンターありがとう、そしてクワイレナードは早期復帰できるのかどうかでした。あなたはレナードが帰ってきたクリッパーズはどうなると思いますか。そしてステイプルセンターの一番の思い出のシーンはいつですか。ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そしてこの動画おもろかったとかためになったと思っていただければ、まだチャンネル登録いただいてない方はこの機会にぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただいて、明日以降も僕たちこういった動画配信するので楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ほぼ毎日更新してます。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ジェイグリも復帰おめでとう。みんなメリクリ。